こんにちは、セナスケです。今回は、はい、こちらの MG100 分の1、ガンダムバルバトスを組んでいきたいと思います。はい、こちらのバルバトスくんはね、 YouTube 見てくれてる方、 Twitter 見てくれてる方ご存知だと思うんですけど、私が、この間ね、お散歩動画というか、歩いてプラモデルを買いに行くっていう、あえて徒歩みたいな、そういう動画を上げました。その中でこの子ね、買ったんですよね。いや、この子ね、めちゃくちゃかっこいいなと思って、で、この子を買って、この子のことネットで調べたら、なんか すごい人気みたいですねあ、よかったと思いました。はい、すごく人気のモデルのようです。なんかこの子がね、この剣というか、剣なのかな、槍みたいな形の剣っぽいものをこう地面に突き刺してるようなポーズをしてるのを見かけて、あ、これやべえと思いました。なんかかっこよすぎた。いや、ほんとね、もうこの箱絵とかやばいですよね。めちゃくちゃかっこいい。てか、この箱絵もね、描いてる人がちゃんといるんですよね。いや、当たり前のことなんだけど、なんか、いや、そう、当たり前のことなんだけど、当たり前すぎて、なんかそういうとこ忘れがちだけど、なんか、すごいなって思うんですよ、毎回。すごい、かっこいい。めっちゃかっこいいということで、はい。じゃあね、早速ね、皆さんにランナーをお見せしたいと思います。これね、だいぶ箱でかいんで、ランナー結構入ってるんじゃないかな、と思ってます。まあ、MG なんでね、だいぶ入ってますよね。あと100分の1だからね、でかいですよね。ということで、そうだ、前にコメントで、いつの間にかセナスケさん MG とか HG の違い分かってるやんみたいなことをね、書いてくださっている方がいたんですけど、私の中での MG と HG の差って100分の1か144分の1って思ってるんですけど、多分違いますよね。でもマスターグレード、ハイグレードっていう呼び方だっていうことは覚えました。はい、こうやって少しずつ知識をつけていくのでした。はい、はい、じゃあガンダムバルバトス A1、A2 のランナーです。こんな感じ、フレーム部分みたいですね。中のね、関節とかの部分みたいです。こちらは B と C1、C2 です。この C1、C2 はね、全く同じランナーが2枚入ってました。で、 B も入ってたかな、B も入ってた気がする。ちょっと開けるときにパッて分けちゃったんで忘れちゃった。はい、こちらもね、中の部分でしょうかね。はい、次は D1、D2 と E ですね。こちらは白とか黄色とか、あ、こういうパーツが入ってきたので、多分外装ですね。外側金色とか入ってます。こちら、Dは金と銀でしょうかね。次は F1、F2 ですね。こちらはもう本当に白い真っ白なパーツ。F1、F2 って書いてるけど、ついてるパーツがほぼ一緒なんじゃないかな。あ、なんかついてる量が違う。はい、ということで、これも外装ですかね。白い真っ白なんで。I1、I2 と H と G ですね。この辺は武器とかのパーツが来てるんですかね。あと、このクリアパーツどこだろうな。ちょっとわかんないな。はい、最近はね、ランナー数が多いのもちょっと慣れてきたな。あ、もう最後かな、これ。J1、J2 ですね。こちらはもう完全にね、武器ですよね。あ、こんな長い刀みたいなのも持ってるんですね、この人ね。すごいかっこいい。武器めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。この作り、この造形やばいな。はい、持ち手とかもやばいな。はい、ということで、ランナー以上です。じゃあね、今から組み立てていきたいと思います。はい、ということで、ガンダムバルバトスくんね、パーツごとに組み上げました。めちゃかっこいい。何気に私、こういう首初めて見ました。こう首の下にこうやって、ほら、機械がつながってる感じで撮れるの初めて見ましたね。ちょっと斬新で、これ、ここバックパックの部分ですね。で、お腹見てください。これ、ほら、ウエストがね、こ
そんな感じなんですよ。もうなウエストがないというかね、パイプのようなものでつながってるだけのようなお腹ですね。いやー綺麗だな、白色がほんと綺麗。あーかっこいい。はい、それとこちらは武器3種類ですね。はい、この武器たち結構でかいんですよね。でね、手に持ったりバックパックに刺したり、それかっこいいですよ。バックパックに銃とね刀刺してる姿が超かっこいいので、私もやってみようっと。じゃあね、早速バルバトスくん組み上げて完成させましょう。楽しみ。めっちゃかっこいいですもんね。だいぶね私の好みにぐさっと刺さってるモデルです、こちらね。めちゃくちゃなんか渋くてすごいかっこいい。じゃあこちら胴体ですね。もうね、女子が憧れるくびれウエストですよ。くびれっていうかね、なんかもうないようなもんだけど、ここウエストないようなもんだけどね。なんかウエスト細くするために手術であばら骨取る女の人とかいますよね。あれちょっと怖いなでもあばら取ったら、あばらを2本抜いたらウエスト超細くなるらしいですよ。じゃあ頭をねつけていきましょう。なんかこの機械がこうぶら下がってるような状態、なんかかっこいいですね。怖い感じもするけど、つけさせー。よし、パチって言ったね。かっこいい。なんかちょっと口んとこね、なんだろう、なんか武将髭生えてるみたいな感じに見える。武将髭がどんな髭か今分かってなかった気がするけど、まあいいでしょう。はい、じゃあ次はねバックパックでもつけましょうか。私背中についてるものイコールバックパックって思ってるんですけど、合ってるかな。よし、ギュギュッとついた。じゃあ腰の部分次行きましょう。はい、腰の部分つけました。ほら見て、このウエスト、どこをウエストって呼べばいいのやら。はいね、ほんとガンダム見てスタイルの話とかね、モデル体型だとかいう、なんかもう表現がおかしいですよね。言葉選びがなんか自分的にすごい間違ってる気がするんですけど、まあ、これが女性なりの褒め方、モデルさんみたいっていうのがね、女性の褒め方なのでお許しください。適当なこと言いました。はい、じゃあ次はね腕つけましょうか。ほら腕かっこいい。この肩のね、この肩のピンクのクリアパーツがね、なんともいいんですよね。すごいね目立つんですよね。でこの人ね指長いんですよね、すごい親指が長い。さあつけよう。わお、かっこいい。もうかっこいい。なんかすごい強そうだな、この人、この人、このガンダム強そうだな。すごいボリュームですね。肩をつけると一気にボリュームアップしましたね。なんかウエスト部分が結構ね、ほらこんな感じでね、細くてちょっとシンプルなんですけど、この腕がね、腕の肩のところとかがすごいいかついので、うん、なんかすごいバランスを取れてるというか、すごいバランスがいい感じがします。なんだろう、ボリュームがあるのにくどくないというか、うん、かっこいい。じゃあ足つけましょう。よし、ガンガンつけちゃったよ。ほらね、もうまたこんなね、こんな変なポーズで。ちょっと仁王立ちぐらいがいいかな。よいしょよいしょ、かっこいい。やっぱ100分の1なだけあって結構でかいですね。大きめです。じゃあね、私ねこの人の持ってるね武器がすっごい好きなのがあるので、それをね手に持たせて、で3個武器があったので、その1つは手に持たせる、であとの余った2つはバックパックにね、ほら
にね、つけれる場所があるので、ここにつけていきたいと思いますね。はい、じゃあこちらの武器を手に持たせたいと思います。これがね、超かっこよくてかっこよくてかっこよくてだったんです。はい、こんな感じで持たせたかったんです。なんか思ってたのと違うけど、持たせ方が悪いせいで、もうちょっとね、こうこれどうしたらいいの？なんかね、私がやるとね、ちょっと 手が取れちゃうんですけど、これみんなどうやるんだろう。もうなんか私ね、こういうガンダムのポージングの教室とか誰かやってくれたら私参加したいんですけど、普通に参加したいんですけど、誰か教えてよっていう。でちゃんとね、画像を見たりとかね、いろいろねしてはいるんですよ。やっぱりかっこいい写真とか撮っときたいので、自分なりに頑張ってやってるんですけどね、なかなか慣れなくて、こう動画の最中にペペッとポーズを決めることはちょっと私の技量では無理ですね。結構時間かけて画像とにらめっこしてやらなきゃ。はい、誰かポージングの教室開いた場合は教えてください。ということで、じゃあ背中にね、他の武器足していきましょう。はい、ということで武器とかいろいろちょっと持たせてみました。まあちょっとね、ポーズとかが今はひどいのはちょっとお許しよ。あとでね、ちゃんとかっこいいポーズつけて綺麗な写真撮りたいと思います。本当この子の成人式の写真を撮るような気持ちで、親の気持ちになってお写真を後で撮りたいと思います。スタジオアリスですね。はい、スタジオアリスじゃないか、あれ成人式でスタジオアリスは撮らないかな、どうだろう、わかんない。もう成人式の記憶なんてもう消したからわかんない。もう買っといてよかった。買えなかった人には申し訳ないけど、買っといてよかった。ただのうざい人になってしまいました。はい、すいません。はい、ということで今回は、ガンダムバルバトスを組みました。いかがでしたでしょうか。はい、じゃあこの後ね、ちょっとポーズつけたりして遊んで写真撮りたいと思います。いや、ほんと超かっこいいね、超かっこいいね、めちゃくちゃかっこいいね。かっこよすぎるよな。てかもうこのお腹のところめちゃくちゃ好き。そのこのお腹ね、ウエストが細いのが羨ましいとかそういう話じゃなくて、そういう自虐的な話じゃなくて、もう本当に純粋にかっこいい、デザインがかっこいい、渋いですね。今回はじゃあね、この辺で、はい。じゃあ今回はこの辺で、じゃあね、またねー。